もういいよ、この人秋田は、木村拓也、教授、続編報道に世間から冷めすぎた声。元スマップの木村拓,子と木村拓也に冷めた声が相次いでいる。教授シリーズ、フジテレビ系の復活が一部で報じられているためだ。写真、公式の身長をビリーブできない、ネットがざわついた木村、竹内龍馬、上川隆也のスリーショット。 表情は警察学校を舞台としたドラマ。長岡広樹の小説を原作とし、木村主演で2020年1月4日と5日の2夜連続でスペシャルドラマとして放送された。本作はギャラクシー賞テレビ部門1月度月間賞を受賞するなど好評だったため、2021年1月にもドラマ化。さらに2023年4月から6月にかけては、 風間マ更新、協情ゼロとして、月曜9時枠で連続ドラマにもなった。もういいよ、この人自体に飽きたわ。だが、その後のシリーズ化は一度白紙になっているとスポーツ史記者が語る。木村さんが所属する旧ジャニーズ事務所の小ジャニー北川氏による性加害問題が、クローズアップされたほか、新作の脚本の内容に木村さんが納得しなかったためと言われています。 しかし、フジテレビとしては、教場を踊る大捜査線、シリーズのような人気作にしたいようで、スペシャルドラマの撮影準備が進んでいると聞いています。さらに、教場、復活の背景には、木村の個人スタッフとして営業面を担当するほか、クオリティ面にも細かい注文をつける敏腕テレビマンの存在が、フライデーデジタルによって報じられている。だが、 ネット上の反応はかぐわしくない。もういいよ、この人自体に飽きたわ。キムタクも微妙になってきたね。本人よりも事務所問題とファミリーの露出。中には最初の演技を貫いてほしい。続編からいつものキムタクがちらちら出てきたといった木村本人へのダメ出しも。こうした声が向けられてしまう理由について、 芸能プロ関係者がこう話す。木村さんは1990年代、アスナロ白書やロングバーケーションといったフジテレビ系のトレンディードラマに数多く出演してきました。フジテレビとしてもキムタク推しで行きたいのでしょうが、前世紀より人気は低下し人通力がなくなりつつあるのは事実ですね。実際、2024年4月から6月に放送されたドラマ、 ビリーブ君にかける橋。テレビ朝日系は平均世帯視聴率は10.3%。ビデオリサーチ調べ関東地区平均と、そこそこの数字にとどまっている。ここへ来てもキムタク推しを選んだフジテレビの命運はいかに。